はい、本日も MotoGP14、えー、キャリアモード AI ハードレベル、えー、第17戦マレーシアグランプリセパンサーキットを取っていこうかなと思います、はい、ご覧の通りですね、本戦は雨、えー、っとどこからだ予選から雨が降ってる感じで、えー、最悪ですね、雨は大っ嫌いなので、はい、コースですね、こんな感じです今日はコースが紹介されるという感じですね なかなか、えー、と好きなサーキットだったんですけどもこのホンダの特性があるのかどうか分かりませんけどとにかく曲がりづらいというか高速で曲がれるのが面白いのに、ねあのー、ス,スピンばっかりしちゃうという感じでそうなんだろう未だかつてない苦しみを味わった感じですねそれプラス雨ということなので、えー、今回のレースどうかなという感じですねでは早速レースの方行ってみましょう。 His race today was simply perfect. He and his team deserve to bask in every moment of this glory. It's the fruit of a lot of hard work. はい、ということで、えー、第17戦の、えー、マレーシアグランプリセパンサーキットは優勝という形ですね、こけちゃいましたね。なんかあれなんですよね、あのー、まホンダがちょっと一番ひどいかなと思いますけど、えっ、ー、とー、なんだろうあの、ラバーコンが出る時って結構、なんだろう、降臨、えっ、ー、と、 リアタイヤが引きずられるんですけどそれを無理してるとハイサイドとかで吹っ飛ぶし、えー、とそれを一旦切って垂直、えー、に戻そうとしてもな,なんか見えない重力かなんかで制御不能に1秒ぐらいなることもあってそれがあらぬ方向に行ってすっこけるとかっていうねちょっとなんだろうな,なんだこれはっていうような感じの操作が出ちゃうことがあってすっこげてでリカバリした時もねあの1足入れた瞬間 トルクはいきなりかかかってこけるとかねもうちょっとあのアクセルをどうにかしろって話なんですけどそんな微調整まあそのバンクもそうですけど微調整できないんですよね、このゲームなかなか難しくてなのでそこら辺どうにかしなきゃいけないなという感じなんですけどもまあ、とりあえずえ勝てたからいいかなっていうのとあとは h o はなんか人によりますけど乗ってて素司的には楽しくない乗らされてる感すごくて少しでもそのはみ出た なんだろうえー、走行しようとするとすっこげたりとかあとフロントが、えー、違うリアが言うこと聞かなかったりっていうような形なのでホンダラインみたいなホンダの乗り方みたいなものにしていかないと。<laughs> あの速いマシンなんですけど転倒リスクがついて回っちゃうのでどうしてもなんか乗ってる感じゃなくて乗らされてる感が半端ねえなっていう感じですねまあそのね代償としてはこの速さがあるっていうのはいいんじゃないのかなどっちがいいのかなってそれは人それぞれかなという感じですねはいということでですね t o GP14 キャリアモード AI ハードレベル、えー、第17戦のマレーシアグランプリ、えー、セパンサーキットを撮ってみましたありがとうございました はい本日、えー、ご紹介させていただいた MotoGP14 のスチームでの買い方を、えー、撮ってみたいと思います、えー、前に撮ったんですけどもなんか声の柄がめちゃくちゃ悪いんで撮り直そうということであとは音量の、ね、問題もありますんで一回撮り直しちゃおうかなということでまた再度撮ってこれを使いたいなと思います はいえー、もう何回か見ている方はもうすでにお分かりかと思いますけども Steam 持っている方はもうここ見なくて大丈夫です持っていない方、まあ、なんか風にも動画を見て Steam パソコンゲームで遊びたいなという方向けのご紹介になりますねまずですね Steam というソフトウェアをウェブ上からインストールをするんですけどもお使いのブラウザーで Steam と打っていただくとですね、えーまあ、いくつか というかいっぱい出てくると思うんですけど一番上クリックしてもらうと多分この画面出てくると思うんですね。で、えー、t e a m をまだ入れてない方はこの右上にスチームインストールという緑のところがありますので、これをまずインストールしていただいて、えー、アカウントを作って、で、何、えー、て言うんでしょうね、ログインしてもらうというところから始めることになりますね。で、そこをバネできたらですね、今度、えー、右の 何、えー、て言うんでしょう虫眼鏡マークみたいなところありますんで、ここにですね、MotoGP と打ち込みます。んなんだえっ、ー、と、GP。はい、えー。そうするとですね、13とか14とかいろいろ出てきますんで、えー、14をちょっとクリックしていきましょう。はい。という、次ですね、ここが、ちょっと待ってくださいね。はい。MotoGP14 の Steam 内の、何て言うんでしょう、ページになりますね。で、えー、 この真ん中の動画、えー、プロモーションムービーがあったり、えー、画像があったり、こういうのがありますので、面白そうだなっていう方は、あこういうのを見て判断していただくと。まあ、動画見ちゃった方はね、こんなゲームですっていうのを知ってると思いますので、あまり見る必要性がないかなとは思いますね。で、買う場合はですね、MotoGP14 を購入する 3480円カートにいるっていうのありますね。でこれクリックしてもらうとでモト GP14 のシーズンパスってのありますけどラグナセカとあとなんかレッドブルかなんかのレースが入ってるぐらいなんで、えー、欲しい方は買えばいいし欲しくない人は買わなくていいかなと思いますねああったこのゲーム用のダウンロードコンテンツラグナセカモト 2& モト3えああこれただかレッドブルルーキーズカップ、えー、あとは なんだろうこれ。何て読むんだろうわかんないです。中の、えー、なん中減ってるらしいです。あ、サーキット。サーキットなんだ。ということで、サーキットが398円の、えー、計、まあ、1000円ぐらいなんですかね。1000円ぐらいのダウンロードコンテンツが今出てまして、 あ、1090円出てましたね。で、シーズンパスが798円なんで、まあ、この時点でシーズンパスを買っても、お買い得はお買い得ですね。で、この後またダウンロードコンテンツが出れば、シーズンパスを持っていれば、全部、えー、無料というか、シーズンパスを買っているのは有料ですけども、えー、この後いくらダウンロードコンテンツが出ようと、それはどんどんダウンロードして遊べるよというものになりますね。で、もし出なければ、この1094円と798円の差額分ぐらいが、 えー、浮くよという形なのでやってみたい方はまあ、大したさんねえよっていうことであれば欲しいものから順次買っていくのもありですし別にこれぐらいだったらいいやっていうことでシーズンパス一気に買っちゃうのもありかと思いますちなみに寿司は、ね、どれも興味ないので、えー、シーズンパスもダウンロードコンテンツも買ってないという形で、ね、それでも十分遊べます はい、えというところですかね。で、日本語は当たり前ですけど、サポートされてないということなので、英語で頑張りましょうと。英語は、ね、えっと、イギリス英語とアメリカ英語の2種類があります。えっ、ー、と、若干、その、なんて言うんでしょう、部品とかの言い回しがちょっと違うぐらいですけど、違うぐらいですね。あとは、あの、なんだろう、なんて言うんだろう、交紹介の時の声がちょっと違うぐらいで、 特に何か劇的なあれが変わってるとかっていうのはありませんで気になる方はですねこの下の方に参考になったカスタマーレビューということで、えっと、外人さんとか何、えー、だろう <laughs> 日本人の方が買って えーまあ、こんなゲームですよ、おすすめしますしませんというのがいろいろありますので、それを参考にしてみて最終的に決断してもいいのかなと思いますね。であとは、えー、今3480円なんですけども、これはちょっと高いなということであれば、とりあえずウィッシュリストに入れて、えー、セールになるのを待って、安くなったところで買うっていうのもありですし、あとは、これずるいな、出てこないですね。 えっとですね、MotoGP14 だけでですね、えー、っと、このコンパクトっていうのがあるんですけど、ですが、MotoGP14 自体は、えー、っと、Moto3、Moto2、MotoGP っていう風に遊べるんですね。まあ、他にもなんか色々シナリオかなんか色々ありますけど、そこは興味ないんで飛ばしますが、まあ、そういう風に3カテゴリー遊べるんですけど、えー、っと、確か、 ちょっとあのこのコンパクトを買ってないのなんとも言えないんで間違ってるかもしれませんがえー、っとですねコンパクトは MOTO GP だけ遊べるつまり MOTO 3 MOTO 2は遊べないということなのでそこに興味がなくてロッシだとかロレンソだとかマルケスで遊びてんだそれだけでいいんだっていう方はコンパクトの方が1080円なんで安いです元3の o 3とか MOTO 2とかいろいろ この MotoGP の、えー、カテゴリー全部遊びたいんだっていう方は MotoGP14、えー、を買われた方がいいかなという感じですねこれ前一緒に出てたんだけどな今バラバラになってて紛らわしいというか分かりづらいですねなので MotoGP だけやりたい方はこちらを買ってみるでまあ変な話ですけど1080円なんで1080円最高峰やれるんでまずこっちを買ってみて面白かったら14買うっていうのもありですしね いや、俺は MotoGP よりも Moto2、Moto3 の方が好きなんだっていう方は申し訳ないですけど、高い方を買っていただくというような2種類があります。で、えー、っと、一緒には表示されないので、MotoGP か MotoGP14 って言って、えー、14番とコンパクトの表示をさせて、どっち買おうか悩んだ方がいいのかもしれませんね。ということで、Steam で MotoGP14 を買うをご紹介させていただきました。ありがとうございました。